あ、すいません、どうも、ウェポンです。今回はですね、タイトルとサムネイルですね、見てもらった通りなんですけれども、ペットに関しての動画ばっかりじゃなくてですね、ペットに関係なくブログ的な感じでですね、動画を更新していこうと思いまして、で、その今回は第1回目となります。でですね、その前に少しだけお知らせがありまして、チャンネルの名前とチャンネルアートっていうのは、チャンネルの一番上に出てる画像のことなんですけど、そのチャンネルアートの画像を変更しました。でこれからはですね、そこにチャンネルアートに書いてあるんですけど、毎週金曜日にですね、ペットの動画を配信していこうと思います。今までですね、なかなか、まあ、忙しかったりっていうこともあるんですけど、なかなかやっぱり定期で更新しているとやっぱりモチベーションの差とかでですね、バーって更新する時もあれば全然更新しない時もあったりで、ちょっと見ていただいている方に失礼かなと思いまして、配信の曜日を決めました。でお手入れ動画とかに関してはですね、結構時間撮るのに時間がかかっちゃうんで、週1、まずは週1でってことですね、週1でさせていただければと思います。で、そうですね、何話そうかなって感じなんですけど、ブログはこんな感じで気まぐれで撮るんで、本当にお手入れとかの動画よりも全然良くなると思います。で、そうですね、じゃあ第1回目、これが第1回目なんで、このブログ動画を始めた理由って感じでちょっと話しましょうかね。まだお手入れ動画とかも全然作成中のものが多くて全然更新できてないんですけど、僕が目指してるこのウェポンチャンネルっていうのは、普段のトリマーとしてのペットサロンの店員とお客様っていう感じ形ではなくて、もっと近い関係でありたいんですよね。で、適当で、寝転びながらスマホで見れて、ラフな感じで見てもらえる、でも愛犬や愛情のためになる、そんな動画を作りたくてこの、チャンネルをさせていただいてるんですけど、このチャンネルで動画を見てもらってる飼い主さんがですね、困っていたりですね、ペットのことで困ってたり相談があるって時に、僕が解決してあげられる、そんなチャンネルになれたらいいなと思ってますね。なんでこういう普段の様子とか緩いプライベート的な動画も部分もですね、動画にして親近感を持ってもらえたらなと思って、今回ブログ動画っていう形でね、始めることにしました。なんで本当に、そうですね、何にも考えずに今撮ってるんですけど、あ、桜の季節ですね。桜の季節なんですけど、まだ僕お花見してなくて、もうすぐお花見しに行くんですけど、僕の近所ではもう桜が結構咲いててですね、いつもうちの子セラですね、散歩させてに、その桜が咲いてる並木道をですね散歩してるんですけど、おとつい散歩しててパッてセラを見たら、なんかくちくちゃくちゃしてるんですね。くちゃくちゃくちゃってしてて、なんか食ってると思って、急いでパッて口開けたらちくわ食ってたんですよ。でまさかちくわを捨てると思わないじゃないですか。で、うちの子ちくわめっちゃ好きなんですよ。で、普段拾い食いをする子じゃないんで、僕も油断してたんですけど、パッて見たらちくわ食ってたんで、ちょっと危なかったですよね。まあ皆さんも拾い食いですよね、まあ普段しない子とかでも大好物が落ちてると食べちゃうと思うんで気をつけてください。まあ今結局ペットのことになっちゃったんですけど、まあこんな感じで緩い動画もブログ動画としてね、配信していきたいと思います。ではまた。